浦山助太郎から1966年は、明治から昭和時代の政治家、実業家、衆議院議員、八戸市名誉市民、旧姓は夏目、後の富山県に生まれる、後浦山多吉の次女徳を妻に迎え、その養子となり、生を改めた、1886年明治義塾法律経済科を卒業。 同行の同窓生であった青森県三考郡賞、中野村の助役、細声て両宅に一泊したのが八戸との縁となった。津軽鉄道社員、青森県農耕銀行公員を経て、1903年、東京市街鉄道に入社し、1912年、桂川電力に招かれ、1917年、常務取締役に就任する。以来、浅比殿工業、京府地、 電力、押の水力電気、あずま川、電力、東新電気、昭和肥料、西川電力、東洋水力電気、秩父電気工業などの会社を創立し、取締役や監査役に就任した。さらに、1925年には、電気協会理事となり、1933年度、副会長、1940年東新電気、副社長などを務めた。 政界では、1924年5月の第15回衆議院議員総選挙では、青森県第7区から立憲政友会所属で出馬し当選。任期中の1924年5月の八戸大火の復興に尽力した。戦時中は八戸に疎開し、戦後は南部鉄道の再建に当たるが失敗した。他、八戸市立図書館書庫の建設。 八の商業学校の校舎改築の折には私費を投じた。空襲で東京の自宅を失い、晩年は小田原市の別荘に住み、101歳の長女を全うした。ありがとうございます。